はい、皆さんこんにちは。こんにちは。レク専任講師の横溝です。森山です。今日はですね、まあ、間もなく行政書士の合格発表もあったりはするので、まあ、あの行政書士試験を受けた後、はい、あの司法書士試験を受けるという方、はい、結構いらっしゃるんですね。結構いますね。ですよね、はい、ですからそのあたり、まずは行政書士でこう勉強してきて合格された方が司法書士を受験するとなると、はい、どんなメリットがあるのかとか、勉強の経験をどう生かせるのかっていうのは、はい、ちょっと説明をしていただけると、はい、はい、行政書士の発表がいつになりますか？1月の終わりですね。1月の終わりですね、はい、でそこから始めるとなると、その年の7月ではなくて、はい、その翌年の7月を目指すことになります、はい、でレクでもそのような講座を用意しておりますね、はいはい、で、まあ、基本的には春生といった形で4月あたりから来年の7月まで、うん、目指すことになります、うん、で行政書士と司法書士に関しては民法、それから商法会社法ですね、それから憲法、このあたりが共通した科目になっておりますから、まあ、そのあたりは基礎ができておりますから、まあ、非常に有利に勉強を進めることができるかなと思います。ただ民法、それから会社法なんかは行政書士よりも広い深い知識が求められますから、またこうゼロから勉強するつもりで勉強していただきたいと思いますね。ですから基本的には行政書士受けた方が司法書士を受けるときには、レックの合格講座などを利用してもう一度こうゼロから始めるつもりでやっていただければ、非常にこう有利に戦えるかな。やっぱりこう一通り勉強した方がもうその上にレベルアップするっていうのは非常にこう有利ですからね。ぜひそんな形で勉強していただいて、翌年の司法書士合格確実にこう決めていただければというふうに思います。で逆にですね、はい、司法書士の合格発表がちょうど11月ぐらいなんですね、はいはいはい、ただその前に後日前に筆記試験の合格発表がありますから、はい、それがもう9月下旬ですね、はいはい、でそこから行政書士を目指そうという方もいて、うん、そこからすぐに合格できる方もいますね、うん、でそのような方どのように勉強すればよろしいでしょうかね。そうですね、まあまず科目がある程度こう被っているというのがあります、はい、やっぱり司法書士試験の場合の民法とか会社法の知識っていうのはそのまんま本試験の行政書士の方で活かせます、はい、だから逆にあまり勉強しなくてもそこはいいだろうってことになります、はい、勉強の必要があるとすれば行政法ですかね、はい、ここをしっかりどれだけ勉強できるかっていうのが一番大きなポイントになるのかなっていうところですね。できれば7月に試験が終わって、はい、7月の終わりぐらいからでもいいから、行政法の勉強を始めていただけると、レックのところで、そういった行政法だけに特化したような講座であるとか、まあ、司法書士試験受験生を意識した講座組というのもありますから、はい、ぜひそれを受けていただいて、まず行政法、それから一般知識ですね。そうですね、この2つがネックになりますので、ここをしっかり、まあ、2ヶ月3ヶ月ぐらいの間で攻略するということができれば十分合格ラインに行くんじゃないかなというふうに思ってますので、ぜひお互いにこうしっかり勉強し合って、ね、両方の資格をこう取るような感じで行っていただけるとすごくいいですよね、はい、そうですね、この司法書士と行政書士は業務的にも非常にこう相互を補完し合う関係で、例えば私なんかもこのちょっと地方の方で所有権移転の登記なんかすると農地法の許可書が必要になりますが、それは行政書士の資格がないと取れないんですね、それから設立登記なんかをした後の許認可、これもやっぱり行政書士の資格がないとできない、逆に行政書士の資格があってもこう登記ができないんですね、だからこの両方持っていると非常に実務的にもいいですね。で試験科目もかなり被ってますから、まあ、非常にこのダブルライセンスという意味では非常に合理的ですよね、ぜひ上手に両方の利点を生かしてですね、行政書士、司法書士両方合格できるように頑張ってみたらどうでしょうか。